しょー、でかい。結構ね、がっつり食ってくれたおかげでバレずに釣ることができました。長い。やばいっしょ、この腹の太い感じ。何食ってんだろうね、これ。ほんとこの腹入ったー。おー、でっけー。ジョイクロが丸飲みになってます。またまたボンブトの70アップきましたよ。いいんじゃないですか、この太さ。でかいよ。おっしゃ、おっしゃ、来たよ。バレるか。あ、うん、針が取れた感じがあった。潮は緩いが、あ、どうかな。ちょっとこれは大切に。うわ、また針外れたな今。ブリンブリン外れる感じが。ちょっとライトお願い。これは取りたいな。この時間帯の一匹は貴重ですよ。うい、太い。あざす。あざす。潮止まり寸前。おー、いいとこ食ってる。はい。ね、いいとこかかってるでしょこれ。60センチぐらいですかね。こう。でかい秋っぽいシーバスが最後の方で打ってくれたっていう感じなんですが、今日絶好調のジョイクロの川村幸太郎さんスペシャル、てっぱりのこの腹ゴム太のシーバス。じゃあね、ちょっとね、サイズはね、多分70ない、69ぐらいの、69センチぐらいか。シーバス君でしたよ。じゃあね、ちょっと針外して。はい、綺麗なシーバス君。